でかこんにちは。こんにちは。渡辺です。美咲です。はい、美咲の部屋が始まりました。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで美咲さん、今日、はい、マスクありなんですけど、はい、これどういうことですか？はい、今日は、このマスクがネタになりました、はい、はい、結構、買ってみて、開けてつけて、でかいみたいな時ないですか？あ、でも女性はね、そうですね、あるかもしれない。男性はあんまない。これ完璧ですよね。あ、ぴったりですね。はいはい、結構サイズ選ぶ時にこうぴったりすぎても摩擦で擦れて痛いとか、あと大きすぎても顔が大きく見えて嫌みたいなのがあるので、これをちょっとこうサイズが大きすぎてしまった時の調節方法、裏技を今日はやっていきたいと思います。はい、はい、ということで美咲さん、よろしくお願いします。はい、はい、やっていきたいと思います。まず始める前に一度つけてみて大きさを確認します。どのくらい大きいか。結構余裕があるので、この隙間がない顔に沿う大きさがちょうどいいので、これを調節していきたいと思います。使うものはホチキスです。先ほどつけていたマスクです。ちょっとリップもついちゃってるんですけど、すみません、ご了承ください。これをさっきつけた時にちょっと指1本分は余裕があったので、外側に来る方を内側にして半分に折っていきます。指1本分でだいたい目安をつけて、ここですね、ここでホチキスを留めていきます。この新芽の部分に平行になるように止めちゃいます。で、同じように反対側も止めていきます。さっきつけたホチキスと同じ向きでつけていきます。止まりました。つける前にここの部分を確認してください。鼻のワイヤーの方にホチキスの平たい部分が沿うような感じで止まっていれば OK です。この部分が表面に来てしまうと肌に当たった時に危ないので、必ずこちらの部分が上に来るように留めてください。できたらマスクをもう一度つけていきます。少し広げて調節するとこんな感じで調節できちゃいます。金属アレルギーの人は両面テープを使います。マスクを裏にしてこの部分をこういう風に折っていきます。この折った内側の部分に両面テープをつけていきます。できれば両面テープはちょっと強力タイプの方がいいです。ちょっと剥がしますね。両面テープが取れました。そしてこれをさっき折った方向で折っていきます。反対側も同じようにやっていきます。ひっくり返して広げるとこのくらいの大きさになります。両面テープの方もこの両面テープを貼った方を内側にしてつけていきます。ホチキスよりは少し緩い感じはあるんですけど、これもしっかりと調節できます。もしこれでもちょっと紐の部分が長くて大きさが調節できない人は、ここの耳にくる部分を玉結び一回します。こうすると耳に隠れるので、つけた時に
こんな感じで長さも調節できます。はい、ということで、はい、結構すごいね、なんか知恵を絞った感じだね。これは裏技ですね、だいぶ、うん、結構今フィットしてます、だいぶですよね、はい、うんうん、結構女性の方一度はこの経験をされたことがあるんじゃないかなと思うので、そんな時はぜひこれを参考にやってみてほしいなと思います。はい、はい、え、これちなみに男性バージョンとか、あの男性ない。まあ、ということなので、まあ、女性の方はよかったら参考にしてみてください。はい。この動画が良かったら、いいねボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。はい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。